はいどうも、世界の子さんチャンネルをご覧の皆様、こんにちは。横田です。ひろき。そうです。メイク。センス。というわけで、成田国際空港からお届けしておりますが、我々はついにですね、WSOP に行きまーす。夜中見えとる。すいません、ちょっと食べませんが出てきちゃう。そんな話はいいんですよ。どうでもいいんですよ、そんなことは。WSOP が始まりますのでね、行っていただきたいと思いますけれども、ちょっとね、日付の方を間違えてしまいまして。いや、そうなんですよ。これ1週間も早く。はい、やちょっとあのお手元の航空券の方成田 to ロサンゼルス、ロサンゼルス経由でねラスベガスに行きますからね。大体以上でございます。で今回ですね、はい、WSOP に行くことは許しません。えなんでよ。いやいやいや横澤さん、はい、お金ないでしょ。気づいちゃったんですよ、荷造りしてる最中に8000ドルしか持ってないと前回の公演の動画でですね、言った通りなんですけど、全財産のうちの 80% を没収されたということ。僕の400万円は未だにキプロスにある。これガチガチだからね、これ本当に。ということで、はい、このままじゃ WSOP 行っても何もできないと思うので。できない。僕が素晴らしい舞台を用意しておきました。お今回の企画はですね、プロギャンブラーが全財産テーブルに置いたらいくら増やせるのかということで、今からロサンゼルスに行っていただいてですね、ハスラーカジノというカジノですね、生中継のねポーカーテーブルが存在するんですよ。超有名なんですよ。世界中の有名人がこぞってプレイしてるやつ。はい、そちらにですね、はい、ヘイマサトだよ、僕を出してって送りました勝手に勝手にはい、したらおいいぜ、ナイスナイス、来なよ、終わりです。マジ？そちらに出演していただくことすごい思います。なので今からロサンゼルスに来ていただいて、はい、テーブルの上にもう全部置いてください。やばすぎ。でしかもそれ生中継なのでや皆さん一緒に横澤の全財産の行方がどうなるのかというのをお送りしたいと思います。なんとですね、それだけではございません。今回ですね、ライブアットバイクというカジノにもですね協力をいただきまして、レートアップしていただこうとということで、まずはロサンゼルスに行って1週間ね鍛えてもらって、僕はですねご覧の通りスーツケースを持っていませんので、スーパー手ぶらですこの人。はい、1週間後にラスベガスで合流しようと。あベガスから合流なんです。思います。はい、頑張りましょう。頑張ります。 WSOP 前哨戦行ってみたいと思います。レッツギャンボー。またお腹見えたまあ、前回の旅からなんですけど、はい、横さんは結構ね、ツイッターよりインスタを更新してるんですよね、最近ね。うん、今回の旅は面白い人生をいっぱい撮る。おお、いいですね。そういう目標も立ててるかもしれない。今回の旅は楽しむところがいっぱいありますね。ポーカーとか、まあポーカーなんですけど、メインは体型とか。確かに断言しますよ。なんですか。帰るとき痩せてますから本当かな。なんかこんなこと毎回言ってる気がするな。ちなみに前回同じことを言って行ったヨーロッパは見事に5キロぐらい太りました、ね、その原因は何ですか。前回太った原因、娯楽じゃないのよ、ご飯ぐらいしか。あじゃあ娯楽にいっぱい行きますか今回の時は。あそれもじゃあいいかもね。そうしましょう。そうしましょう。到着。到着。長かった。嘘、俺全く逆だった。あっという間だった今回は。あ寝れましたか。まあ 3,4 時間は。あーなるほど。僕全然寝れなくて、めちゃくちゃ長く感じました。寝れないそうだけども、こんな状態になってましたよ。そしていつの間にこんなに分かりやすくうとうとする人いるロサンゼルスは入国審査厳しいで有名なので。なんていうの。サイトシーン。サイトシーン。 I'm YouTuber。 おー YouTuber。 How long will you stay in States? 2 months 2 months、yes. はあ、うんロングトリップ。エンジョイエンジョイ。ということでソータは無事入国審査を終えたんですけども、横澤さんがまだ来てないっていう。僕より先に行ったはずなんですけど、ちょっと来ないんで待ちたいと思います。あ、来た。全額募集されました。え？びっくりしたじゃあ行きましょう。はい、行きましょう。空港の審査官のお兄さんたちに聞いたんですけど、コロナはもうほとんど問題ないっていう感じらしいので、うん、あ、そうなんですね。はい、マスクいらないところではマスク外してやっていこうと思います、うん、はい。Could you take us to the commerce casino? Commerce casino? Could you take us to the... お、横澤チャンネルで覚える英語シリーズ。あ、いいですね。Could you take us to the... こにゃらら。これはどこまで乗せてってもらえますか。うん、よく使いますね、これ。はい、1人の時はくじゅうテイク B ですね。くじゅうテイク B。 1人なのにくじゅうテイクがって言ったらお化けといることになっちゃいます
どうしてもさ、ユニバ行きたいんだけど。え、ユニバーサルスタジオハリウッドマジおもろいから。あ、そうなんすか。マジおもろいから。行きた。ロサンゼルスはね、やることいっぱいありますよ。ディズニーランドもあるし、ハリウッドもありますからね。確かに。あれ行きたい。くら寿司あるんですよ。あ、そうなんですか。リトル東京。結構ラーメンとか寿司が美味しいね。僕あの治安があんま良くないって事前に聞いてたんですけど。良くないですね。あ、良くないんだ。ドスはね、世界でも悪い方に向かってます。あ、そうなんですね。危ない。夜は特に危ないです。だからホテルもロスで安いホテルもいっぱいあるんだけど、ロスで安いホテル泊まるのは超危険だから。あ、そうなんです、まあ、ちゃんと高いとこ泊まった方がいいですね。まあ今回コマースっていう一番カジノが大きいホテルに泊まるんだけど、はい、まあ、高いのよ正直、他のところに比べてかなり。でもちょっと安いところにしちゃうと一気にそのグレード下がって危ない。もうロスに住んでたら1ヶ月に1回ぐらいやっぱり銃声聞くっていうガチガチでガチですか。ガチガチ気をつけましょう。来ました。到着コマースカジノ。時間がだいぶ早いんで、はい、チェックインできるかわかんないんですけど、行ってみましょう。行きましょう。11時半にチェックインしたら、割りチェックインしなくていいらしくて、今チェックインしたら60ドル取られちゃうらしいんで、それはそうです、ね、1時間潰せば、60ドル取られないらしいので、カジノをフラットして、ご飯屋さん目の前にあるので、時間潰しましょう。しましょう。こんな朝、10時半からやってますか、平日。やっぱいいね、アメリカ。いいですね。うん、広い。大きすぎる。やばいよね。大きすぎる、ここは。常にWSOP状態。本当にそうですね。えぐー、ここ。まあ、こんな感じですね。なるほど。そうしましょう。さあ、久しぶりに来ましたね。フレンチトースト、美味しそうだな。ジュリーダイエット無理かも。ダイエット無理かも。もう待って、どうしよう。無理かも。多分僕の立場だと止めなきゃいけないんですよ。はい。このメニューを見て止めるのはあまりにも億劫だなっていう。チョコレートシェイクを必要。そこら辺はやめた方がいいかもしれないですね。もしかしたら。はい。量えぐくない？無理です。こんなに食えません。朝ごはんじゃなかったでしたっけこれ？聞いてたんとちゃう。ちょ、これ気になるね。これ気になります。ちょっと食べてみてちょっと。あ、僕いいですか？でか。いただきます。美味しそうでも。うん。キノコの風味が強いですこれ。あ、キノコ系ね。うん。わ、見た目が美味しそうで。うん。うまいっすね。美味しいですねこれ、うん、これめちゃくちゃうまいわ、うん、コマース一番うまいのかもしれないこれは。もしかしたら確かに、うん、これ想定してなかったこの感じのこのさフードコートみたいな、はい、こんなしっかりした味のものが出てくることが意外です。本当にそうですね。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。行きましょう。おっ、いい、なんか広いよ。到着です。到着。これが世にも珍しいトドサワです。清潔ですね、非常に。そうですね。お風呂こんな感じでしょ。ゲイソ、アメニティも、まあ、必要最低限一応あって、はい、水圧チェックしてます。めっちゃ強っ。あー、痛そう。まあまあまあ、5ですね。はい、5スライドいかん。ドン。どうだ。アップロードは絶望的です。うん、星1つ2つ。星2つですね。ルームサービスからありました。見てください。ケーキとか中華とかめちゃくちゃあるバーガーもあって。というわけで、これまでの時刻は12時なんですけど、はい、3時半にハスラーカジノに来てほしいっていうふうにさっき連絡が来てたので、ちょっと髪取っていこうかなと思います。レッツ休憩。休憩。はいはい。I'm waiting. Uber. Good to see you. Hey. I'm going to go to the hustler. Hustler. Yeah. You gonna play on street? Yeah. When? Today? From there. Now. Oh, sick. What time is it? You will see. Like, maybe one hour later. Like. Nice. I'm gonna watch. Perfect. But I will see you around. No. See you next week. I will watch it for yeah. sure. というわけで、カジノに着いてから時間の揺れが謎そうなので、今のうちに状況を整理しますと、はい、前回の旅で700万円タコ負けおじさん横沢は、うん、残り財産500万円になってしまったんですけど、500万円のうち400万円がキプロスに没収されてしまったということで、はい、さっき数えたんですけど7860ドルかな、はい、前段突っ込みます。おー、今日はレートがまだ1020なんで、はい、そうそうはなくならないと思いますね。そうですね。分かっていけた。怖いですね。いやでも本当にこのね、ハスラーはね、世界的にも一番有名なストリーミング配信、ここで活躍するっていうことは世界で活躍するってことなので、いろんな方に知ってもらえるチャンスでもあるんですね。これは全ての条件は整ってる。本当に、うんうん、あとは勝つだけ。勝ち
というわけで、はい、着きました。ハスラーカジノ。カジノ。ハスラー。初めて来るカジノです、僕にとっても。今のところで新しそうな感じですね。確かに。早速潜入してみましょう。行きましょう。めっちゃ広いわ。あ、本当だ。うわ、あれだ。He has 700,000 subscribers, the most of any poker vlogger, more than Brad Owen. What is CoinFlex? Exchange. They have an international. Oh, that is better. Coinbase takes a lot. Yeah. Man. Sato has under-repped his hand. Intro's in cold storage, so you can put it in a treasure. He bets 2,000. Blockchain. Now he's all in. Masato with the bluff shirt. Pooh Daddy with the bluff hat. It's hard to find a lot of bluffs that just airballed throughout this. No. Everything got there. Bluff. I never bluff. No. It says it right on your shirt. Bluff him. Yes. Bluff me. I'm not bluffing, but bluff me. Me. Yeah. He accepts bluff. Yes. Is that Off-White's poker collection? Yeah, I'm just making myself. Hmm. You made it yourself. It's cute. I like it. This is my brand. That's your brand. Yeah. 皆さん、始まりました。今、あっちでやってるやつが生配信されてます。おー、すげー。すごい盛り上がってる。楽しそう。あいやー。ソタイツ。ソタイツ。恒例の。恒例の。すごい、ロサンゼルスでももう、ウーバー覚えてます。はい。タピオカで。ダイエットしてるって言ってんのに。Best hands he could have against kings. This place, they do not have the same hand. And now he's about to do something stupid. You can't just let me go ahead and comp. Oh wow, GDF's booking a great win so far. He is gonna give it to him. Uh oh. He can always call and evaluate rivers. Looks like that's what he's gonna do. Looking for a diamond. That is okay.He just checks. 配信が終わりました。ただ、普通に同じメンバーでプライベートゲームでやるっていうことなんで。なるほど、なるほど。ちなみにです。7000ドルぐらいなんだ。めちゃくちゃ増えてる。ちょい。すごいなぁ。でもまだもう2時間ぐらいやるらしいから、倒します。頑張ってください。座っちゃいました。座っていいよって言われたんで。嘘、優しい。はい、Like 12 hours ago, he stacked me. I broke the two pair. Oh, really? I don't believe it. Two pair? Yeah, scare me. Kings again? Yes.8? 7,000? お疲れ様です。テーブルが割れました。はい。ただいまの時刻3時50分、なんと。12時間やりました。配信終わってからのが長かった。めちゃくちゃやってますね。見てくださいこのチップ。え、すごい。なんかわかんないけど8000ドルが3万7280ドルになりました。7000、やば。爆勝しました。やったー、やったー。横さこういう時強すぎないキャッシュゲームというわけで早く寝ましょう。お疲れ様でした。お疲れ様です。いい一日になりました。 Thank you。 おお、いい。 Look good。最高のスタートになったね、今回の。何でか。でも、予断体的でですね、うん、なんせ明後日には25-50のキャッシュゲームがありますし、もしそこで勝っても、週末には100ドル、200ドルが今度待ってるので、全然油断できないです。そうですね。しかも毎回オールインってことですからね。そう
パンぐらい取っときたい。取っときたいですね。なんですけど、そうもいかないので、はい、油断せずに行こうですね。WSOP 編、まだまだ始まったばかりだ、はい、横澤たちの冒険はこれからだ。疲れ切って、ネズミ、おやすみなさい。またしても同じハスラーカジノでですね、今度は2550の配信宅に座ることになっております。これをもう一回テーブルに全部置きます。Does Masato hits a dead nut pair. ここで世界の横澤チャンネルをご覧の皆様に重要なお知らせがあります。8月11日から14日にかけて品川プリンスホテルにて世界の横澤に勝ったら1000万円という企画を開催します。こちらのイベントは1000人の人が品川プリンスホテルに集まってポーカーのトーナメントで対戦して、勝った人が最後僕とヘッズアップを戦って無事に勝つことができればなんと1000万円を手に入れることができます。こちらの企画はですね、本当にポーカーのルールを知らない方からもうプロ並みにポーカーやってますよって人まで誰でも参加することが可能ですので、ぜひ下の概要欄から横澤 .world にアクセスしていただいて、こちらから応募をお願いします。皆様のご応募お待ちしております。